特徴的なのは、おみこしに太鼓がついてる。大拍子。大拍子って言ってるんだけどね。はい、でそれは、城南地域の独特な、要するに文化なんですよね。おみこしに太鼓。だから、さっき言った神田とかどこ行っても、おみこしに太鼓はついてない。ついてないな。で、ここら辺の地域だけの、特徴なんですね、文化ですね。それはどうしてかっていうと、江戸時代までは、よくどこの、ここに限らず、どこでもそうだけど、おみこしが担ぐときに先導としてお祓いとして太鼓をどんどんどんってやってお祓いって、これから、おみこしが行きますから、神様が行きますから行きますしね、まあ、神妙にね飯払いもいい、そう先払いをしつつ先払いしたそうそう。で、ところがここら辺の地域はすぐそこから海だったんだよ、昔はね。今は目立つやつないけど、だから漁師町、漁業をしてる人の、お祭りだった。だからおみこしが、神様が、海の中に入る、担いで、で、今年も、魚がいっぱい取れるよという意味合いもあって、おみこしが海の中に入っている神様が、ね、その時に先導としてどんどんどんってやったんだけど、どんどんどん太鼓海の中に入れないんですよ。そんで、じゃあってんで誰かがおみこしにくっつけちゃおうか。それはいつから大体ただ、日本生活にてその太鼓をつけるんだったら、ただどんどんどんってやったんじゃ勢いがつかないじゃん、威勢が上がんないじゃんって言うんで、彼が作曲して、要するに今の調子、今やってる調子をふわってやんなさいって、今の調子を作曲してみんなに教えたわけ。それがね、明治の10年ぐらいだと思うんですよ、大体。でそれが今みんなに広まってて、ここら辺の城南のおみこしはみんな太鼓がついてるっていう、沖縄はいいや、手原神社とか。そうそう、今説明していただいたのが大先輩である花橋さんでございます。ありがとうございます、本当にすごい立派なお話、僕も勉強になりました。ありがとうございます。Thank you.